どうも白沢です。はい、というわけで今日は雨の日の青空市場に来ております。ここにはチャムさんがおにぎりを用意してくれているということで、はいはい、というわけでね、今来てるんですけども、雨の日はいつもね青空市場に来るのをね迷うんですよ。雨がザーザー降ってたら商品もすんごい濡れちゃうし商売にならないんですよね。だからといって一日中雨が降ってるわけじゃないから、朝雨が降ってても大概止むんですよ。で、だいたい勇気を出していった青空市場はね、いつもね充実感に満ち溢れた終わり方を迎えるんですけれども、果たして今日はどうか。まあ、僕らね今週2回しか行商はしてないので、1回1回が大事ということで、雨の日でもねなるべく行くようにはしてるんです。で、今ご覧の通り小雨にはなってきてるんで、今日どうなるかね、頑張っていきましょう。ブラジルはねこれからね三条祭り、コーヒーの収穫、そういったもんが始まるから、めちゃめちゃ書き入れ時ということで、今日のこの雨の日の市場どうなるか皆さんにお見せします。バーモス。はい、というわけでしばらく待ちなんでね、チャムが作ってくれたおにぎりね、あとは持参してきたコーヒー飲みながらゆっくりします。今日はどうなるかな、チャムよ。はい、小雨になりかけたと思ったらまた降ってきやがったよ。止まないな、雨が。止まない。早く帰ってニャンちゃんと遊びたいです。本当だよね。ぬくぬくしたいニャンちゃんを。そう、抱きしめながら。雨が止まないとね、あ、やっぱ家にいた方が良かったかなとか言ってちょっとな思ったりもするよな。家におったらこの人一日中後悔するんです。そう、家にいたら向こう雨降ってないかもしれないとか思って後悔するんですよ、うん、だからね来るのが一番いいんだよな、本当はな。頑張ろう、頑張ろう、はあ、うん、もちろんまだ一銭も売れてないっす、うん、はい。はい、とりあえず初売り上げです。いくらチャム？5レアル、うん、つまり150円の売り上げをいたしました。小さなスタートですけども大きなスタートということで、ただね雨すごいね今日。止む気配しないよね、全く。やばいな。ね、ああ、はい、というわけでチャムがねこの雨の中何かを発見してきたらしいんで、はい、見せてもらいましょう。パン屋さんの屋台でこのような小さい可愛いのがフォカッチャみたいだなと思って、ああ聞いたらなんかミニパステルだとおっしゃってました。あ、そう。何もだと思いますか？ねえ、見せてください。はい、サイズはこんなもんですね。手のひらサイズで4つ収まっちゃうぐらいの小さいやつだよね。で、具も入っております。具も入ってる。具は何が入ってるんだろうね。お肉とか言ってた気がするんですけど。はい、皆さんいかがでしょうか。これは予想してみてくださいね。チチチチチン。答えは3レアル。つまり90円ということで、はい、100円以下ですか、これ。じゃあ食べてみましょう。はい、お願いします。うん。反応も早いな。フランゴ。あ、フランゴがミシル。本当だ、本当だ。こんなミシル入ってると思わなかった。へえ、うん。それで3レアルか。うん。全部同じ味なのかな、さすがに。うん。さすがにそうだろうな。美味しい？あ、そう。はい。こちらです。うん。じゃあいただきましょう。美味しいが分かるよね。美味しいです。うん、ぎっしり詰まってて、うん、鶏肉これ、うん、それ鶏肉じゃないよ、牛肉だよちゃん、うん、うんうんうん。このように牛肉がみっしりと詰まったミニパン、うん、3レアル、うん、ね、うん、お買い得です、うん、はい。はい、パチャカシェゴー、パチャカシェゴー。あ、もうダブキャッパーウェイ、いっさい。
はい、続々と露天商仲間が到着してますね、こんな雨の中。うん、はい、というわけでね、なんとか雨も止んで靴下をこうやって出して売ってる人もいるということで、じゃあ我々も開けるか。はい、うん、はい、はい、というわけでね、こっからガンガン売りましょう。なんとか雨止んだから今日どこまで行けるかやってみましょう。おい、バモス。はい、なんとかね、ちょっとこういった酔っ払いさんに近い人もね、買いに来てくれてるということで、なんとかね、アミゴ、うん、トリベンアミゴ、たまにこういうね、ピヨピヨ系の人も来るんですよ。うん、まあでも大事なね、お客さんということでやっていきましょう。頑張るぞベレーザ。はい、というわけでね、なんとか青空市場やり遂げることができました。あのあと雨が降ったり止んだりして、なんかな、安定しなくてな、ね、うん、でもね、ようやく雨も止んでなんとか売ったんですけど、今回正直に言うとね、いつもなら家賃1ヶ月は1ヶ月分はね、1日で生きるんだけど、今日は届かなかったな。届いてませんね、きっとね。あ、ただまあここまで来るガソリン代ね、と今日買ったものね、野菜とかフルーツとか、うん、そういったものは賄える、なので損にはなってないんだけど、うん、な、はい、うん、はい、というわけで、まあ、こんな日もあるということで、そうですね、あ、まあ、ブラジルこれからね、書き入れ時なんで、これにめげずにガンガン頑張っていきたいと思います、はい、というわけで、はい、というわけでね、サーカスさんが到着したということで、見てください、このレトロ感にあふれたバスやらテントやらが並べられているということで、年に数回やってくるんですよね。まあ、出し物はね、まあ、大したものはないんですけども、まあ、機会があれば皆さんにお見せしたいと思います。実はね、サーカスの動画も前作ってるんで、もしよかったらそちらの方見てみてくださいね。いや、しかし本当に雑然としてる感じでね、この人たちも町から町へと移動してるから、鍋とかね、そういった自炊用具もいっぱいね、用意してあって、まあ、この辺なんてみたいに見えるけど、やっぱ全部必要なもんなんだろうな。いや、雨降ってたんだけど、ようやく上がって今日これから仕事なんですよ。だから頑張ります。皆さんも頑張っていきましょう。というわけで、ベレーザー